はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、イベントをやります。はい。イベントというかですね、今回は、あのー、まあ、非常にこう、限定的な話で申し訳ないんですけども、えー、お子様向けの、えー、オートバイ、バイク体験会というのですね、えー、やってみようと思います。はい。初めての試みです。まず、その、 子供対象にしているっていうことでも、もう多分ね、もうこの、この何年っていう中で、ななんだ、もう10年以上の間の中で、この辺じゃなかったんじゃないかな、と思います。はい。開催予定日は4月29日となっております。完全申し込み制ですね。はい。えー、と、お時間がですね、4クラスあります。4クラスっていうか、まあ4セッションっていうんですかね。 はい、ありますので、そのいずれかなんですけども、9時、10時半のクラス、11時から22時半のクラス、13時から14時半のクラス、15時から16時半のクラスと4回開催をです、ね、予定しております。はい、場所は、同志レジャーランドですね。 で、えー、参加、資格につきましては、小学校4年生から中学校3年生まで、え5、ー、兄弟等でご参加の場合はですね、同じ時間帯に、トレーニング、まあ体験ができるかどうかについては、要お問い合わせという形になっています。なんでかというと、そのバイクの台数に限りがあるんですね。えー、一応今、あの、5台用意してます。えー、DRZ50 と TTR50 をですね、えー、用意しておりまして、えっ、ー、と、まあ ちょっと年齢層が 4, 4年生から中3なので、体格に差が出てくる場合とかも非常にありますので、その場合は複数イントラで対応していこうと思っております。はい。えっ、ー、と、大人は参加できません。はい。えー、ぜひですね、えー、付き添いで写真をたくさん撮って帰っていただければと思います。写真はですね、動画を、ね、いっぱい撮ってください。はい。 で、二宮はですね、一日店長として、えー、まあ、あのー、実際教えるのはですね、江戸市レジャーランドの職員さんが教えるんですけども、あの、私もサポートできる部分たくさんありますので、どんどん参加してですね、関わっていきたいですし、ご覧になっている親御さんともですね、えー、僕、お話しできる時間たっぷりあると思いますので、お話しさせていただければなと思っております。はい。 えっと、遠くから来よう。遠くから遠くだといけないかなっていう方もいらっしゃると思いますので、えっ、ー、と、実は言うとですね、宿泊施設の方も、お、話を、つけております。はい。全、えー、泊、もしくは後泊、もしくはその両方、いずれでも大丈夫なんですけども、えー、大人が7000円、子供6000円で、なんと2食付きでございます。はい。 えー、朝夕、食事が、はい、つきますので、えー、松場荘というですね、えー、旅館。 に、お泊まりいただくことが、可能になっております。はい。そちらもですね、えー、お問い合わせいただければと思います。お問い合わせ先なんですけれども、同、え、志、ー、レジャーランドホームページからお問い合わせいただくか、お申し込みはアクティビティジャパンからもお申し込みいただくことができま、す。えっ、ー、と、不明点についてはですね、あの、まあ、僕の方にメールいただいてもいいんですけど、そのまま、あの、同志レジャーランドさんにですね、まあ、転送する形になっちゃうので、えー、できれば直接、聞いてみてください。はい。 えー、僕はもちろん朝からあ現地で準備してですね、終わりまで、えー、おりますので、はい、えー。全国、全国って言っても限度があるとは思うんですけども、えー、遠くからでもですね、ぜひこの機会にお子様の体験会ということで、えー、ご参加いただければと思います。はい、えーあ。すいません、気になる費用なんですけれども、お普段、普段はですね、えー 大人向けのクラスでやってるんで、普段とはちょっと違ってですね、時間が1時間半ありまして、1時間半のクラスで1万円と、お一人1万円となっております。はい。その1万円の中にはですね、ヘルメットやプロテクター等の道具のレンタルも全て含まれておりますので、そちらの方でご検討いただければ幸いであります。はい。どうどうでしょうはい。で、あの、今回二輪車、 バイクだけです。はい。えー、ちょっと我々もですね、どのぐらい反響があって、どのぐらい人が集まるのかとかですね、えー、実際やってみてっていうところが非常に大きいですので、えー、バイクの台数も5台。本当はね、もっとあるんですけど、えー、これ以上人数を増やしてしまうとですね、まあ最初なので、まあ、ハンドルがあ、ハンドリングできるかどうかっていうのもですね、えー、絶対できるっていう範囲で抑えてます。はい。まあ好評なら枠を増やすっていう可能性はも,もちろんあるんですけども、なので4、 4セッションで5台なんで、えー、20名が今回上限です。はい。となっておりますので、はい。えー、いかがでございましょうか。まあ、午前と午後、一枠ずつ参加したいっていうのも <laughs>、まあ、ありだと思うんですけど。 付き添いあの,ういうの、まあ、親御さん、ご両親いらっしゃっていただいても構いませんし、えーまあ、お父さんだけ、お母さんだけっていう形でももちろん、うん、大丈夫です。はい土師、えー、村ですね、えーと、レジャーランド周辺に温泉があったりとかですね、えーまあ、ちょっと今営業してるかどうかはかんないんですけども、はいあのまあ、自然が非常にこう豊かな場所なので、えー、楽しんでいただけるかなと思いますで。4月29日開催となってますけども、多分ね、あそこ、標高高高 暖かいから、まだ若干寒いと思うんですよ。なので、それなりの格好を用意してきてください。まあ、天気良かったらですね、非常にこう、暖かい可能性もあるんですけども、はい、えー、その辺ですね、よろしくお願いします。えっ、ー、と、もろもろの事情に考慮しまして、えー、そのあたりのですね、えーまあ、ソーシャルディスタンスとですね、えー、守った上で、えー、消毒等のですね、えー 処理をしたりとかですね、気をつけて運営していきますので、もしよろしかったら、こちらの方ですね、お問い合わせ、お申し込みお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい、はい。多分ね、僕はね、当日、 当日はね、車かバイクかどっちかがわかんないんですけども、どっちかで行くと思うんですけども、残念ながらちょっと、ね、ワンコは連れて行けないと思います。僕がずっと仕事してて面倒見れませんので、はい、あの、ワンコはちょっと連れて行けないんですけども、多分、うん、バイクで行こうかな、なんて思ってますけど、いかがでしょう。はい、皆さん、えー、お待ちしてます。よろしくお願いします。